なんかね、神戸に関しては、まあ、攻撃と守備両方問題あって、守備に関してはさ、5-3-2使ってた前半。で、後半は4-2-3-1だけど、でも、いずれにしろ、前からの守備を決めてないっていうか、ふわふわしてる。で、特にフロントエリアで、イニエスタと、武藤とかでツートップになるじゃん。この5-3-2の、神戸、青にしようか。で、相手も、一応これ5-3-2、まあでも、柏の方が、全然、迂回経路作りとかうまくいってるんですけど、まあ、こういう感じでビルドアップするときにさ、ここ開くじゃん。この開く選手のことを、自由にさせすぎてんのよ、神戸の方が。柏はちゃんと前ずれてきたりして、ここの選手を、閉じたりとか、後ろから捕まえたりするんだけど、神戸は2枚だけ行ってここ行ってないとか、イニエスタ行って武藤行くけど、こっち抑えられてないから迂回されたりとか、ちゃんとここの迂回経路作って3バックの距離感もいいから、簡単に前運ばれるっていう。で、ロティーナの考え方が守備後ろでゾーン組んでみたいな、絡め取るみたいな、野球の守備みたいな考え方がまだ継続してるんだったら、前に出れない理由はそれなんですよね。普通、今の守備のトレンドというか、あれで言ったら、まあ、その主流な、あれで、主流なやり方で言ったら、ボール持ってる人に対して、プレスかけます、近い方の選手をどんどん埋めていって、逆サイドへのパスをずれたところを狙うとか、それさせないぐらいプレスかけるところなんだけど、ここ抑えられてないから、後ろが組むのか、前の選手が抑えて、押し込まれたとしても、狭いスペースで守るのかみたいな。だロティーナの僕知ってるし、清水の頃の守り方だったら、イニエスタにここを押さえさせて、武藤が間切って運ばせた中で、運ばせるんだけど、ここのスペースが狭くなるから、結果、相手ボール入れた時に絡め取れるみたいな。っていうね。っていうのを、この前から行くのか、後ろで守るのか、どっちつかずの守備してるから、先制点とかもプレスかかんないところで、スカスカのファイブバックだけど、スカスカのところ入れられてみたいな。あ、だからラングニックとかと同じですね。で、攻撃に関しては、ビルドアップの時に、3バックの時も4バックの時も、キーパーが出てくるんですよ。で、これ、キーパー出てくることによって、数的優位作ろうとしてるのかもしれないけど、迂回経路が、この、キーパー出てくるセンターバックと、こっちのセンターバックの距離が開きすぎてるっていう感じで、で、まあ、こういう感じで、こう、減速とかない立ち位置を取るから、回せてんだけど、前には進めないみたいな。斜め後ろにも立ってないし、みたいな感じで。で、こことここの距離開いてるのをキーパーで埋めてるじゃん。だから、ボール持って持ち上がります。これ、キーパー含めて同サイド圧縮されるの怖いじゃん。だから、ちょっと持ち上がって戻す。で、だから結果前にボール進まないみたいになってるんですよね。これ本当だったら、3バックの距離感を近くしてキーパー後ろ進む。そうすると、持ち上がる、もしセンターバックの方を切られたとしても、キーパーが後ろ作ってるから大丈夫だったりとか、さっき言った、持ち上がった時に、斜め後ろに立ってる人たちがちゃんといるからボールが前進されていくみたいなのができればいいんだけど、こういう原則的な立ち位置も決めないで、キーパー含めたビルドアップで、後ろ作ってるから数的優位だろみたいな考え方だから、結果回してるだけみたいになるんですよね。迂回経路も作れてなかったり。で、なんか一個だけちょっと先進的というか、あれなのが、この後ろでボール持ってます、ウィングバック入ってきます、相手、中閉じます。中にいる中盤の選手が張って、ここに入れ替わりで前進させようします。ここだけなんかかっこいい。なんでこれだけちゃんとできんのみたいな。そんなうまくいってないんだけど。で、これが4バックになっても2センターバックの間にキーパー入るから、今みたいに進めないし、ボールをセンターバック運ぼうとするとキーパー含めて同サイド圧縮にはまっちゃいそうだから進めにくいし、サイドバックもこのまま張ってウィング入らせればいいんだけど、ウィングも張ったまんまだから、ボール行った時に縦縦の、最初のディフェンスラインの、相手の最初のプレッシャーよりも低い位置でサイドに張ってる、言っちゃえばサイドバック張っちゃいけない論と同じようになってるから、ちょっと運びます、こっち空いてそうだからボール渡します、結果、縦のパスコースしかないが後ろから当たられるし、相手も同サイド圧縮してくるから、結果、戻した時に作り直すのもキーパーがここ入ってるから、後ろ作り直してってやろうとしたら、このセンターバックのが切られてて、また戻るみたいな。まあ、こういう感じで、前からの守備を捕まえられないのが後ろにしわ寄せ来てて、で、そこから奪っ、あ、あと奪った後のカウンターもさっき言ったみたいに、前からの守備決まってないで押し込まれてライン低くなるから、奪った後カウンターでイニエスタに渡す、イニエスタは孤立してますみたいな。前と後ろ間延びしてみたいな。あと、あれですね、大崎とか、まあ、ディフェンスライン全員ですけど、この立ち位置が決まってない中でプレスかけられるから怖いのか、簡単に蹴っちゃって武藤が裏抜けしてなかったらただ相手ボールになるだけみたいな。
なんかまあディフェンスラインベルマーレみたいに考えられる人がいないのと、考えてボール動かせる人がいないのと、まあ、サンペールみたいにこの力でだったりとか、まあ、バルサで教えられたポジショニングの原則とかでやるような選手がいないから、だから瞬間的にワンツーで剥がせましたとか人の力でいけましたみたいなっていうシーン以外は、まあ、チャンスできないですね。だからまあ言ってた人がいなくなって、それがそのまんまあのしわ寄せ来てるっていうのはそうなんだけど、そこからさらに一個深掘りするとこういうふうに、まあ戦術的にできてないところと戦術の使い方を間違ってるっていうこの2つの問題で、これが監督の理想とかけ離れたことを選手がやってんのか普通に選手に伝わってないのか分かんないですけど、まあ、シーズン途中で就任して外国人監督でモチベーション上げるとかも大変な中で、前から清水の時も別に理にかなったポジショニングできてないみたいなのが多々あったから、シンプルなその、うん、コーチ陣の力量と、それでもモチベーション高く一生懸命やったら選手の技術高かったらね、でもいればいい位置に、いればいい位置から動いちゃうみたいな合計とかもよくあるんですよ。はい、ね、いい選手たちを使ってもね、そのチームごとにあるルールっていう意味の原則じゃなくて、サッカーがうまくいくための心理ですね、法則みたいなっていうのに乗っ取ってないこと、こんだけやらすとそれはうまくいかないんだなって感じですね。だチャンス作ったシーンとか後半の柏の5バックに対して、ライン間で誰だったかな、ゆるきが受けたシーンだ、イニエスタが受けたシーンか、そういうトゥヘルシステムみたいに前がかりになって結果3バックの両脇ピン止めして手前のエリアで受けられたりしてるんで、戦術がないチームでも流れ上たまたま戦術的になったみたいなってところでうまくいくシーンはうまくいってるんで、それを再現性高くやるにはチームに原則が必要だから、それを神戸は全くできてないですよね。もしあなたならばどんな手を取る、それだけで雪が湧き起こる、貫いた自分、